どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ガズレレ大学に関するお知らせをさせていただきたいと思います。皆さんガズレレ大学ってご存知でしょうか？ガズレレ大学っていうのは、毎週2回、ライブ配信にて大学ですからね、ウクレレのこう講義をするというですね、 YouTube メンバーシッププログラムをやっております。もう1年ちょっとやってるんですけど、今メンバー140人ぐらい、その辺を行ったり来たりとかして、毎週2回のライブ配信楽しんでいるわけですけども、今日はその辺についてお知らせです。まずね、ガズレレ大学、ちょっとこれ画面見てもらえます？これガズレレ YouTube 動画なんですけど、これパソコンで見てもらった時に、これ見えるかな、メンバーになるっていうボタンがあるんですよね。ここを押してもらうと入れます。これね、パソコンで見てもらった方がね一番いいと思うんですよね。これこんな風にご案内が始まるんで、ぜひちょっとここから、興味ある方、後でちょっとチェックしてもらいたいと思うんですけど、今日のお知らせはですね、そこでですね、今取り組んでる課題曲と今後どういう風にやっていくかという流れをね、ちょっと紹介したいいかなと思って今日この動画を撮っていることに、なっているんですけれども、今で、ガズレレ大学って、毎月、大体毎月1曲ぐらい課題曲を決めて、そこをすごくこうみんなでチャットで生配信やりながらその掘り下げていって、本当にこの曲難しくてできるわけないじゃんってみんな言ってたんだけど、1ヶ月ちょっとするとみんな弾けるようになるってこと、これは結構面白くてですね、もう過去にもう1年以上やってるんでいろんな曲取り上げてきているんですけど、今月っていうか今回からエリック・クラプトンの Tears in Heaven という曲を、課題曲にしてます。これですよ。弾けるようになります。これね、すっごい奥が深くて難しいんですけど、例えばまずこのね、最初の出だしからしてこういうのいろいろあるんですけど、こういうことを本当に細かく指の使い方とか角度からそういうのも分析しながらやってるんですよ。で、今日はね、せっかくこうガズレレ大学のこの告知というかね、やつなんで、この今ガズが今喋ってるこの動画が終わった後に、そのエリック・クラプトンの、ガズレレ大学第1回目の講義の、キーポイントになるところをこの後貼り付けますんで、ちょっと体験入学してみてください。でね、今ガズレレ大学ってこの再生リストになってて、過去のね、そう行われたライブ配信のアーカイブがもう123本、今、アーカイブに残ってます。そこのタイトルのところに、例えば今回だと、Tears in Heaven その1その2とか、この1個前にやったスパンだと、Finger 5の学園天国っていう曲があったんですけど、学園天国はね、多分ね、6回ぐらい、合計6回でみんな弾けるようになっちゃうという、すごいマジカルなね、その配信の様子を後からも見れます。でも1年前の動画も見られるようになってるんで、その辺もね、いつでもどこでも楽しめるし、ライブにもし参加できる方は、チャットでどんなこともその場で質問できるという、かなりね、面白いことになっているんで、ぜひ皆さんちょっとね、体験入学でこの曲、その曲ごとでもいいと思うんですよ。だから今回のスパンは3月いっぱいまで Tears in Heaven やります。そして4月からは皆さんやりたいであろう曲、ルパン三世です。この曲ね、ちょっと間違えた、もう一回、せーのこれですよ。この曲は4月から課題曲に取り入れようと思います。こんな感じで毎月課題曲を変えていこうかなというふうに思ってます。なんで、もう言っちゃったら、今月の課題曲は興味ないからじゃあいいやみたいな、毎月入ったり入んなかったりするのも全然いいと思うんですよね。まず一回ちょっと体験入学で、今エリック・クラプトンの Tears in Heaven、どうしてもやってみたいな、面白そうと思った方は1ヶ月590円です。毎月590円なんで、1ヶ月ごと出たり入ったりも全然 OK ですし、まず体験してみるのいかがでしょうか。で、そこでやってるとですね、もう思わぬところの能力がすごい伸びるんで、これ本当おすすめですよ。だんだんメンバーの方もですね、もう入った方最初ね、うわーって思うかもしれないですけど、すぐにね慣れてくるんで大丈夫です。そしてですね、ガズレレ大学に どういうレベルで入れるか、つまり私の実力じゃちょっとあれなのかなっていろいろ聞かれる方ちょっと多いんで、ちょっと解説していただくとですね、まずアルペジオとかガズペジオ、あと8ビートのチャとか、16ビートにチャレンジしている
しようかなというぐらいだとすごく有効だと思います。まだ4つ引きで、コード3つか4つしか覚えてないですよという方は、まだちょっとガズレレ大学はちょっと楽しめないかもしれないんで、ガズレレのいつもここに貼ってるね、初心者レッスンプログラムで、16ビートにトライするぐらいできなくても、16ビートはですね、そのガズレレ大学が入ってもらって質問してもらったら、いろいろ深く取り上げることもよくしてますので、やっぱり8ビートのチャぐらいまでは弾けるようになってから入ってきた方が、より楽しめると思いますので、ちょっと一応ね、そこも付け加えさせていただいております。はい。そういうわけで、ちょっとこれから、Tears in Heaven の第1回目の、レッスン動画というか、その、ライブ配信でやった、ガズレレ大学の講義を、貼り付けようと思うんですけど、その時にですね、ちょっと最初に訂正させてもらいたいんですけど、最初のうちね、ちょっとね、違うフレーズ間違えて僕、レクチャーしてるんですよ。それ途中で気づいて修正してるんですけど、その長い時間かけて最初やった、ご案内も、実はですね、エリック・クラプトンの Tears in Heaven の中で、後半の感想部分ではちょっと違う弾き方で登場するんで、無駄にはならないんですけど、動画の中でもちょっとだけテロップを入れておきますけど、後半の方で、またよりよくやってます。で、これ今第1回目の講義なんですけど、もうね、Tears in Heavenの講義は、その2まで今進んでますね。で、途中から入ってきてもアーカイブがあるんで、遡ってその1から順番に見ていて、まあ、どんどん練習してもらうとですね、できるようになるかなというふうに思いますので、このアーカイブが見られるっていうのと生で直接質問できるっていうのが、ガズレレ大学のすごいキーワードです。で、いつもなんですけど、ガズレレ大学って生徒さん役として、私の愛するハニーさんがですね、いつも隣にいてくれて、そのできないところをね、やってくれるんですごくね、それを皆さん共感が得られるということで大好評なんですけれども、まあそんな感じです。ぜひぜひ皆さん、ガズレレ大学ちょっと興味あるかなという方、1ヶ月のお試しでも全然いいと思いますんで、入っていただければなというふうに思います。基本的には毎週水曜日の夜9時から45分と、毎週土曜日の午後14時から45分。この毎週2回なんですけど、たまにね、ちょっと予定がずれて、曜日が変わったりするとこありますけど、一応こんな感じです。もちろんいつも、さっきも言ったけど、アーカイブで見られるんで、ライブ配信ちょっと無理という方も後で見ることができますということでございます。はい。で、この後ですね、そのガズレレ大学の講義を、この YouTube の後に貼り付けようと思うんですけど、実はですね、これ今、アーカイブをそのままこれが貼るんですけど、実際のライブ配信だと、テロップっていうか、そのみんなのチャットが横にバーッと流れてきて、そのチャットを見ながらやってるんで、メンバーになってくれた方、アーカイブで見た時も皆さんの質問のチャットを見ながら、見られるんで、これは結構ね、みんなの質問っていうのはすごくいいんですよ。で、もちろん皆さんもね、質問ですることも、ライブ配信参加してくれたらできるので、はい。これからのやつは、ガズの映像だけですけどね、はい。メンバーになってくれた方は、そのチャットも込みで見られるようになりますよ、ということをちょっと補足しておきます。はい。で、今最初冒頭に映ってましたけど、この今並んでるウクレレ、今このウクレレたち、このわがままウクレレシリーズは、即発送。こっちのヴィンテージシリーズとガズモデルは、予約受注受付ということで、今、絶賛、大好評で受け付けておりますので、ガズレレ公式ホームページの方をご覧になってください。ちょっとここら辺にもリンク貼りますけど、概要欄にももちろん貼っておきます。はい。それでは、ガズレレ大学の講義、特別公開、エリック・クラプトンのティアーズ・イン・ヘブン、その1の動画、ご覧になってください。どうぞ。はあ。さあ、今日はでもね、いきなりエリック・クラプトンの Tears in Heaven からの解説、今日第1回目始めようと思います。今日はイントロだけで悶絶で終わると思うから、まずやってみましょうか。さっきちょっとね、さっきっていうか本当に3分前にハニーさんにちょっと今、レクチャーしたんだけど、ハニーさんもあんまり事前練習しちゃうとさ、なんかみんなと同じ感じを味わえないかなと思って、あえてね、あえて練習しないっていう言い訳をしてるというか、はい。じゃあちょっとガズがですね、しれっと弾いてみましょうか、イントロね。いきますよ。見ててくださいね。ワン、ツー、スリー、フォー。間違えた。ワン、ツー、スリー、フォこれがイントロでございます。はい。なんじゃそりゃって感じでしょ。まずこれ、一番キーポイントになるのが、あとね、4弦の02なんですよ。これ、ハンマリングオンという技ですけど、ちょっと見てて。ワン、ツー、スリー、フォー。右手は1回。ハンマリングってわかる？ハンマーってあるでしょ？ハンマー。金槌。この指をハンマーみたいにパターンとこう指板に叩きつけるわけ。はい。そう。で、
ダラーンってやったら次 C に入りたいんだけど、これね、よく分析しますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ダラランってこう3つ並べたいわけですよ。ダラランの3つ目は C です。わかる？ 1 個目の音は4弦の0、2個目の音は4弦の2、3個目の音が C。これ覚えてください。そうすると、ワン、ツー、スリー、フォー。はい。この C の音はガスベジオの一発目です。ちょっと見てて。ガスベジオの一発目って覚えてる？ 1 弦と2弦と4弦でしょ？こうです。これできますか？はい、あそこで、うん。そうそう。今ね、ハニーさん何が起こったかっていうと、ダラってやって、この間に間が空いちゃうね。だからこれ、ダララーンってこう聞かせたいわけだから。この間が空いちゃダメですよ。こうです。ハニーさん見てるとですね、ここをやるときに一生懸命すぎて、ここのとき C 遅れてるんだよね。ちょっとガズの手を見ててもらうと、もう C がすぐ来るって待ってるわけ。すぐパッとも。ここ上人差し指？僕は中指でやってますよ。中指の方がいいと思うよ。そう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 。うん。なんかバタッとなるね。多分だけど、もっとこっちにやればいいんだよ。多分ね、ハニーさん今ね、ちょっとここ見て。この、ここの支えてるここの手あるじゃん。これをね、前に出した方がいいです。ちょっと、いつもより前に出す感じ。そうすると届くから。要は、こういうこと？こういうイメージ。ネックは立てなくていいよ。やってみて。そう、さっきよりいいでしょ。あ、中川さんが言うように最初から C 押さえとけじゃん。それこそ。いや、だから中指でさ、押さえるとさ、C って薬指じゃん。あ、じゃあ人差し指でもいいんじゃない？人差し指でもいいですよ。そういうことね。はい。中川さんみたいに最初から C 押さえとく人は人差し指でも全然問題ない。うん、はい。これならできそう。あ、およよさんもそうだって。最初から C 押さえてるって。これはどっちでもいいっす。うん、僕はね、押さえない派なの。ね。その時にピッと押さえてるんです。これは別に、こっち、押さえたまんま。これでも全然問題です。こっちの方が簡単か。はい。あ、けいこさんは薬指で押さえてます。薬指で押さえ、いや、普通 C 薬指ですからね。C。C は薬、けいこさん。普通 C は薬指ですよ。はい。最初から押さえてます。ああ、いいです、いいです。それでも全然 OK。あ、一応ここね、トマロさんとおゆさん、トマロさんがアルペジオって聞いてますけど、これね、気づいた人いるかな？このイントロの一番最後のところだけ僕アルペジオにしてるんですよ、わざと。ちょっと聞いてて。ワンブロックに1個の時ってアルペジオの方がまたいだ感じがしてかっこいいんだよね。そこだけちょっと言っておきましょう。はい。大丈夫かな？はい。C 押さえていた方がいいですよ。全然押さえておいてください。はい。C 押さえてる時は人差し指の方がいいかもね。はい。その次、いきなりこれが来るんですよ。皆さんここを聞きたいと思うんだけど、ハンマリングオンとプリングオンっていうことでちょっと見てて。これ。これやりたいでしょ。これ、まあ、ちょっとじゃあ C みんな押さえてください。C。1弦の3フレット押さえたら、人差し指で左手の2弦の1フレットをパラランってやるんです。パララン。そう。この練習して。はい。はい。で、で、ガスペジオだから1弦と2弦をこういう風に弾いてるわけでしょ。その時に、はい、どうぞ。そう、いい。おい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 、ダララン。どこやってるのかっていう質問ですけど、今やってるのはね、ここ。ワン、ツー、口で言うよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ダダダン、ダラララン。ここです。ワン、ツー、スリー、フォー。ダラダンドン、ダララドンです。ここ、この、決めって書いてあるとこ、楽譜で。タラダンドン、
タララパンです。忙しいんだ、これがさ。はい。これどう？まずじゃあちょっと、まずさ、最初のここまでできるか確認。はい。で、最初から押さえとけっていう話じゃないの？だって、シーンの時は離さなきゃいけない、4弦は。そう、ね、じゃあ、ガスペチオだよ。うん、そうそう。見てて、僕の見てて。そう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 。ダラダン、この3つの連続。まずここができないとちょっとね、あれ。はい。うん。で、今ちょっとやっぱ2の音が悪いから、パーンとこう、ハンマーみたいに叩くような感じ。おい、よかった、今。今みたいな感じ。ここね、パターンとね、ただ触るだけじゃないですよ。はい。叩く。パタッ、パタッて叩く。そう。で、一回置いといて、これ。一回置いといてね。そしたら次、C からも始めます。ワン、ツー、スリー、フォー。わかる？テン、トゥン、ダララタン。C で、ダンドン、ダララダンです。だから最初は普通にガスベージュを弾くでしょ。ダンドン、ダララドンです。わかるかな？ダンドン、ダンドン。お、いい感じ。口で言うよ。ダンドン、ダララドン。最初から、せーの、タントン、タララトン。最初は、やさんやんないじゃん。トン、タララトン。そうそうそう。最初はやんないよ。だから、タントン、タララトン。あ、ホワイトボードだ。お、今でよかった。わかった。わかった？みんなどうだろう、ここ。プリングオンは叩くで、ハンマリングオフは、あ、プリング、あ、ハンマリングオンですよ。あの、小野田さん、プリングオンじゃないです。ハンマリングオンとプリングオフなんです。ハンマリングオンっていうのはハンマーのようにパーンと叩くでしょ？プリングオフっていうのはプリングって引っ張るから、引っ張ってオフするんです。ハンマリングオンにプリングオフ。これを一瞬にしてパララってやるの。まあ、名前はどうでもいいんですけどね。一応ね。ちょっとさ、一応表に書くとこういうことになります。ここわかる？一弦ですよ、これ3で、ダンドン、ここの一弦の3フレットと一緒にこのデレレをやるわけだからね。ダララドン、これ3弦はテントンダラトンですからね。オッケー、はい。人差し指で押すだけじゃなくて、押したらさっきも言ったように離す、押したら引っかく。でもそんなに大げさにやんなくても勝手になりますよ。ちょっといい？聞いてて。2弦だけ やってください。これできる？2弦だけ。そうそう、タララーン。どうでしょう、まずこの練習。うん。プリングオフは左手の人差し指で引っかくんですか？触るだけですか？多少引っかかんないと音は出ない。ちょっと引っ掛けてやんないと。引っ掛けないとこういう感じです。ほら。ほら、最後の戻った時の音が聞こえないから。ちょっと下に引っ張るよ。下に引っ張る。こう引っ張るイメージよ。こう引っ張るイメージ。
上だと引っ張れないでしょ。ほら、大げさにやると、ちょっと僕の人差し指見てて。大げさにやると。大げさにやると、こう下に向けて引っ張ってるんですよ。これを一瞬にして。はい。細かい技でしょう、これ。これね、アコースティックギター弾く人はもうこんなの山盛りです。はい。人差し指一瞬つけて離す、引っ掛ける感じ。そう、本田さんがこれ書いてると、その通りでございます。はい。で、タイミングがって言葉あるけど、まずね、これも口で言ってみよう。最初からいくよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ダラダンドゥン、ダララダン。そう。ダラダンドゥン、ダララダン。まずここで、まずここだからね、まだ。開始1秒も経ってねえって話なんでね。ダダダンドン、ダララトン。ダダダンドン、ダララトン。せーの、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 はい。惜しい。ここ、一弦の3フレット離しちゃダメよ、C の時は。二弦の1フレット2回ぐらい触れるのですが、酒井さん、1回です。見てて、見てて、僕の人差し指。鳴ってる時に叩いて離すだけ。C 離しちゃう。ハニーさんのね、ここの時に C 離しちゃうんだよ。あ、そうそうそう。タイミングはそこ。いきますよ。あ、じゃあ、こうやって C を最初押さえておくね。だから、C 押さえておいて、この4弦の2フレットも人差し指でやる人は、ここの人差し指に注目しといて。うん、そう、場所はいいけどやっぱ難しいね。はい。まず、この、ダラララレンのとこなんだけど、これ見てもらうとわかるように、010ですからね。最初に、二弦の開放弦を弾いたときに、後でこの10を引っ掛ける感じですからね。はい。あ、ヒデさんがフレットの近くを少し深めに押し込むとちゃんとなりましたって書いてある。はい。まず、でも口でね、言えるかどうか大事よ。ちょっとハニーさん、口では言える？ちょっと待って、弾かずに口だけで。ダラダン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 ツー、スリー、フォー。ダダダン、ダララダン、ダンダン。はい。で、もうちょっと分かりやすく言うと、ダダダン、ドン、ダララダン、ダダダン、ドン、ダララドン、ダンダン。その、ドンの時が3弦の解放だからね。はい。あ、コアラ姫さんできましてた、できたってすごいじゃん。超ゆっくりでいいよ。そう、そうそう。まずじゃあ普通のガスベチをやってみればいいです。せーの。これはできるでしょ？じゃあちょっと今入れますよ。お、いい。お、いい。ちょっと早いんだよね。もっと、ね、ダララだから、
お、いい感じ。お、いい。いや、みんなもこの練習いいかもしれないよ。じゃあちょっと一回ストップ。今、ハニーさんが陥ってたのはこんな感じですよね。なんか、最初から押さえちゃってるの、シーサス4を、うん。そうじゃなくて、追っかけて叩くわけだからね。じゃあゆっくりちょっとやってみましょう。合わせてください。いきますよ。せーの。ダララダンダンダン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 ダララダン。はい。まさに今やったのこれね。タンタンタララ0100。おいい。いい。これ使っとくとめちゃくちゃいいですよ。例えば。なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ。はい、こういう小技に全部コード違ってもこんなタイミングで入れられるようになりますからね。はい。お、坂井さんもできるようになった。サーコさんもできた。やったー、嬉しい。だけど、これさっきのフレーズと一緒にやると難しいのよ。さっきのフレーズと合わせると、せーのー、さん、はい。あ、間違えちゃった。俺が間違えちゃった。せーのー、さん、はい。すぐ来るから。ダダダンドン、ダララダンですからね。もう一回やろう。うん。ワン、トゥー、サン、はい。お、今、できたっぽいよ。できたっぽいよね。できたっぽいよ、ハニーさんも。あ、ノウマールさんもできた。やったー、ね。まずここがスタート地点です。お、桜持ってた、できたって。あ、コロマルさんもできてきて嬉しいな。これをどうやって伝えるかをさ、伝えるのを考えるのがなかなかね、悶絶なんですよ。できた。いいじゃん、いいじゃん。まずだから基本は2つに分けてよ。1個目はこれが1個目の課題。まずこれちょっと繰り返そう。ワン、ツー、サン、はい。ノー、サン、はい。これができたらもう結構ね、1個目の。はい。うん、ダダダーンね。で、この後すぐ、次の課題はこれです。ダン、トン、ダララダン、ダン、トン、ダララダン、ダン、トン、ダララダン、ダン、トン。皆さんご一緒に。この二つの合わせ技ですからね。すごいことになってるな。これだけで満足。これだけで満足。なんか、わかる気がする。今日は絶対これで、ね、イントロだけでね、もう第一回目は終わると思ったんだけど、安心してください。これ、イントロできたら、曲の中もずっと同じだもん。ただし、歌うけどね、みたいな話なんだよ。あ、いいじゃないですか。里見さんも感じがつかめてきたって。すぐにはできないからね。こうやってもう本当なんつうんだろう、安全ピンでなんかなんつうの、弁当箱の隅をつつくようなことを今からやってるわけでございますからね。はいはいはい。このタランの時にやっぱね、ハンマーのちょっとパワーが足りないね。そう、ランの、このランとダンドンダンドン一緒なのね。最初のタラランの一発目は C の最初の音だから、ね。だからこれね、ここの紙にも最初4弦の0、2って書いてあるじゃん。0、2はリズムの頭じゃないの。1、2、3、4、0、2、C から始まるんだから、そうすると C、ダララタって、ただね、近いから一緒になると難しく感じるけど、最初にもう冷静に分析すると、4弦の0、2はその C のエリアの前だからね、0、2をやって、その後普通に C が始まって、タントン、タララタンっていう風になってるって考えると、近いから、一緒ごたになってごちゃごちゃになって感じるけれども、そうやって考えるとね、脳内の整理なんですよ、つまりは。かなり脳トレでしょ。脳トレだ。やばいんですよ、これ。ちょっとじゃあもう一回やってみますよ。ワン、ツー、サン、はい。あ、間違えた。俺が間違えた。ワン、ツー、サン、はい。はい。次がですね、
G7 の後、シンコペーションの Am-C なんですよ。今日はこの2ブロックやりたいと思ってたの、最初から。ちょっとそこまでね、今日、やるところまで今やりますからね、めちゃゆっくり。ワン、ツー、サン、シシンコペーションが入るから、またさっきもさ、どなたかが言ったけど、シンコペーションのことずれちゃうっていうやつですよね。もう一回いくよ。せーの。ちょっとさ、ボサラバビートの要素も入ってくんだよね。パーンってこうつまびく感じ。はい。そうそうそう。はい、あ、山地分かってる。ここ一番難しいのよ。ここが一番難しいところ。まさに、だからこれで、ね、出だしの、出だしの一番最初に一番難しいところ出てきちゃうって感じなんだよね。なんで、まずこれ、順を追って説明すると、今のところまではちょっと一回整理する。じゃあ、できるところまで一緒にやってみよう。さっきの C のドロロのところまで。ワン、ツー、サン、はい。はい。その次、G7、パーンなんだけど、タンタツパーンってやりたいの。G7。タンタツパーン。パーンは Am よ。G7、Am。このタイミング。今のパーンパっていうのはね、ほぼここで、ボサノバビートに近い。はい。今って G7 押さえて、こう。それは普通のガズペジオじゃないよ。何だってガズペジオのシンコペーションってほんとそんなないじゃん。ないもんね、しかも、これはちょっとメロディーっていうかフレーズっぽい、あの、決めっぽいフレーズなのよ、これ。だから口で言うと、んだらだん、んだらだん、たんたったん、たんなのよ。まず、せーの、三、はい。でれでん、だららだん、パンパッ、ドーン、ドーン。ここ、ちょっと言ってみましょう。ワン、トゥー、口で言って。三、はい。でれでん、だららだん、パンパッ、ドーン、ドーン、ダン、ダン。ここができたらもう、できたようなもん。はい。香水の感じにちょっと近いんです。はい。ちょっと、あの、聞いててね。うん、そこまでやるよ。せーの。ダントンダン、ここまでやりたいんだよね。分かってきた、ひろみさん、嬉しいよ、分かってもらって。はい、ちょっともう一回、何回もやるから、ちょっと聞いて理解してください。せーの。めちゃ溜めるでしょ。でこれ、まあ、すごいゆっくりやってるからね。で、本当のぐらいの速さでやると、ワン、ツー、スリー、フォー。もう気持ちないのこれ。シンコペーションだからすげー溜める感じがしてちょうどいい。口で言ってみましょう。せーの、三、はい。デレデンズダララダンダンダツダーンタンツダンツダンツでございます。はい。頭の締めの、あ、頭の C の決めなしでシンコペーションしてもらえますか。わかりました。じゃあ行きますよ。ワン、あ、せーの。もう一回。タンタッタン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 。もう一回。タン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 タッタン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 でございます。はい。G7 のところ。タン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 タカ。ボディ叩けたらここかっこいいよ。叩けたらボサノバビートみたいに。もう一回。こんな感じ。そんなにパーンという叩い、そんなに強くは叩かなきゃいけないけど、あ、叩かない方がいいけど、この自分でタイミングをつかむためにこの休符でこうカチャッとこう入れるのが、すごくいいかもしれない。ジョニーさん、 G7 もこっそりハンマリングオンって書いてあるけど、今の気づいた？
G7 も Em7 押さえといて、追っかけで押さえたりするとかっこいいんですけど、それちょっと、まあ、一回置いといて。僕ね、もう癖でなっちゃうんですよね。はい、そんな感じなの。じゃあ、ちょっと Em7 押さえてみて。Em7 押さえて、ガスベジオで、一瞬遅らせてこれをやってみ。押さえっぱなし。そう。そう。こういうのもあります。これはハンマリング音だけ。で、これ今ね、ごちゃごちゃ言ってるけど、最初の4弦の04は、ハンマリング音だけじゃん。で、今のやつも Em7 から G7。ハンマリング音だけなの。で、途中で C でやったやつは、ハンマリング音とプリングオフを瞬間にやるから難しい。ね、他のやつは叩くだけじゃん。とかさ。これがやっぱ難しいんだね。はい。シンコペーションのところカッティングしてますか？カッティングはしてないです。カッティングはしてない。カッティングはしてないけど、こっちのガスペジオの指で弦を止めてるんですよ。ここ。止めてる。で、ここね。で、止めると、3弦の音が止まっちゃうから、どうにかして止めたいから、ってやると、わかる？ガスベジオの指使いだと3弦の音止められないから、なんかうまいこと。そこだけガスベジオみたいになったりとかするとかね。はい。皆さん、鋭いツッコミ入れてきますね。そう。まさに、ヨーコさん、そういうことだね。だから、つまりはそこだけ、ガズさんも今気づいたんだけど、G7 の時だけ、ガズペジオみたいに、あ、ガズペジオじゃねえや。なんだっけ、ボサノバビートみたいに 4本の弦使ってんだ。ここでほら、4つつまんでんだ。今気づいた。お、カズさん、できたってすごいじゃん。すごいな。およさんがおっしゃってるように YouTube で後ろの方の感想のところでそうアレンジされて YouTube で後ろの方の感想のところでそうアレンジしてないかと思いますか。どういうことだろう。後ろの方 YouTube では後ろの方の感想のところでそうアレンジしてかな。そうかな。ちょっと待って、ちょっと待って。およよさんがおっしゃるように、およよさんが何をおっしゃったかな？およよさん、動画とちょっと違いますね。プラスアルファっていうか、シンコペーションのところ。あ、そう？ちょっと見てみよう。そんなん言われると、俺も気になってきた。Tears in Heaven。あ、これだ。ちょっと待ってね。聞いてみます。今一応確認するね。あ、もう46分じゃん。すげえ、時間が経つのが早い。時間が経つのが早いですね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。ああ、なるほど。ちょっとね、今の、確かに。タンタッタンってなってた。ちょっと待って。こういうことだ。今動画で確認したら、このガズさんのこっちのバージョンではそうなってた。こっちだった。こっちの方が簡単かな。こっちの方がいいか。ちょっと細かいところなんだけど、タラタンツンダララダンタンタッタン。こっちの方が分かりやすいか。こっちにしましょう、じゃあ。タラタンツンダララダンタンタッタン。タンタッタン。これ簡単だ、こっちの。タッタン。そうそうそう。タンタッタン。指見て。今 G7 から Am のところ。はい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 。そうそう。タンタッタンね。
ちょっと最初からめちゃゆっくりいくよ。せーの。こっちの方が簡単だわ。さっきの方がちょっと難しい。僕ね、ごめんね、これね、ギターの時からずっとこの曲演奏してるんで、いろんなアレンジが混ざっちゃってる。申し訳ない。こっちの方がね、簡単かもしれない。雰囲気もいいと思った。たったーん、うん。まず歌う感じでね、弾く前にやっぱり口で言うのがいいよ。もう一回、せーの、だれでん、だららだん、たーん、たったーん。そう。リズムが、ワン、ツー、スリー、フォー、でれでん、だららだん、たーん、たったーん、たーん、たーん、たーん。です。この感じなんだよ。そう。いやー、みんな、ちょっとまず、まだ2ブロックだからね、ここで。いや、でもなんか、どう？そうだね。うん、頭ではわかる。うん。やっぱりもう、そう。みんなも多分そんな感じだと思うな。はい。音が出ないとかそういうのもある、ね。あ、ヒデさん、G7 のハンマリング以外はいけたって、もうできてるよ、それ。それはもう、一番最後と最後で大丈夫です。はい。あ、ヤマチ A マイナー伸ばす感じ。そう。そこはね、まずこの2ブロックでここまでさ、すごいなぁ。ああ、よかったよかった。まあちょっと今できない人も、ちょっとこの動画、アーカイブもちろん残ってるから、まずちょっと何回も見て、ゆっくりでいいから。あと、何回も言うけど、口で言えないことは絶対できないからね。もう一回ちょっと、口で言ってみよう。それで終わりにする。せーの、ダラダン、ドゥン、ダララタン、ダン、ダッタンですからね。ワン、ツー、スリー、フォー、ダラダン、ダララタン、ダン、ダッタン、ダン、ダン、ダンでございます。はぁ、肝に銘じてください。はい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 。あ、トマルさん、焦っちゃダメですよ。かけっこじゃないから、これは。ゆっくりちょっと、これアーカイブもう一回見てもらって、まあじっくりやっていきますから。はい。コロマルさんは分かっていた。そう。分かるのが大事よ。できるのは後。頭で分かるのが最初ですからね。頭で分かんないことはやっぱり、できないんでね。はい。慌てずに慌てずに。慌てるとろくなことないですから、本当に。さあ、今日はこれで終わりにしよう。ああ、こんな、ね、もう寝る前にこんな脳みそ使って大丈夫なんでしょうかという感じですけどね。はい。よっしゃよっしゃよっしゃ。ああ、いいですね。最後の歌を歌います。サクさん、いいです。まず口で言う。これが大事ですね。フレーズ。ねれでん、ねれでん、悶絶中でございます。さあ、はい。いいですよ。もうゆっくりやっていきましょう。はい。じゃあ、アーカイブちょっとまた確認していろいろ見てみましょう。ということでございます。まあ、濃厚に。これね、この曲は3月いっぱいやるつもりだからさ、まだまだいっぱいあるよ。あと10回ぐらいある。で、4月からルパン三世ですから。そんな感じで。はい、今日終わります。皆さん、風呂入って、歯磨いて、さっさと寝た方がいいですよ。もう免疫力を上げるのには睡眠と楽しい時間が大事です。はい。ほんじゃ、はい、おやすみなさい。あ、今日初めて参加の方ね、悶絶してください。過去の動画振り返って、いろいろ再生リスト見ておいてくださいね。よろしくお願いします。じゃあ、おやすみなさい。バイバイ。